皆さんこんにちは。新しいポルシェが来て以来、ぶつけて適当な治療をして放置していたもう1台の愛車プリウスアルファ君、割れてしまったテールレンズも透明のテープを貼り付けて、そのまま傷の方はコンパウンドで取れるだけの傷を消して放置。おっさん彼ら君のメンテナンスも一段落したので、今回は放置していた傷を YouTube で見た板金屋さんのやり方で本当に綺麗に直せるのか検証したいと思います。検証といっても他の YouTuber の方々と比べるとかなり雑な検証ですから、この動画は私のようなど素人で楽をして適当に治ればそれで良いという方々向けですので、完璧を求める方々は低評価の原因になるので、すぐに他のチャンネルに移動してください。それではいつものように手順の説明から先にしていきます。まずはタッチアップする箇所をシリコンオフなどで脱脂します。その後傷の周りに養生をします。この養生に使うテープはこだわりません。その後タッチペイントを一度塗り、20分ほど乾かしてからもう一度塗ります。塗り方は今回のような大きな傷の場合はタッチペイントに付属している筆で良いと思います。2度目の塗装後は20分も乾かせば良いと思います。乾いた後に水ペーパーで削るので、あまり固まらない方が研ぎやすいということです。塗り方のコツは傷の穴を埋めるように筆の腹を傷に押し当てながら持っていく感じです。持ってから筆で鳴らす感じでね。見ての通りかなり雑に塗っていますが、どうせ後からペーパーで削るので、あまり気を使って綺麗に塗る必要はないと思います。ただできるだけ傷を埋めるように塗っていきましょう。今回、塗ってみて思ったのですが、このタッチアップペンはトヨタ純正色のタッチペンなのですが、色が少し明るくて合っていないような気がします。よくあることだと思いますが、純正品を使って色が合わなかったら、地味に腹が立ちますね。1回目が塗り終わりました。いかがでしょうか。このひどい状態、後から削るにしても動画で投稿する代物ではないですね。ここまで見て嫌になった方は止めませんので、低評価を押さずに他のチャンネルに移動してください。2回目の塗装映像は端折ります。次は水ペーパーで削ります。私が見た動画では1000番2000番3000番で3回こすっていましたが、持ち合わせのセットは1000番と2000番しかないので、今回はこれだけでやってみます。1000番のペーパーはこんな風に台につけてこすります。養生テープの厚みがあるので、少々力を入れてもボディを削りすぎることはありません。ただこする方向は縦横方向に磨いた方がいいそうです。回してこすると後でコンパウンドで磨いた時に小傷が目立つそうです。相当こすったつもりでもこの通りそんなに削れませんので、ボディに傷はつきません。手でペイントした部分を出っ張りを確認しながら結構な時間こすっていました。疲れます。ある程度こすってペイントの凹凸がなくなってきたら、養生テープを剥がして2000番のペーパーでこすりますが、2000番は台を使わず手でこすります。その方が凹凸の感触がよくわかるので、表面が引っかかる感じがなくなるまで気長にこすります。2000番でこする前に養生テープを剥がすのは、テープを貼った境目がくっきり出るので、この境目の部分をきれいに消すためです。それでは2000番でこすっていきます。この状態がどこまできれいになるでしょうか。あまり期待はしないでください。当たり前ですが、1000番にまして目が細かいのでなかなか塗料が削れません。動画のプロの人もかなりの時間こすっていたので、おじさんも頑張りました。本当は3000番でもう一度こすらなければいけないのですが、疲れてこれ以上やりたくないので今回は2000番までしかないので助かりました。2000番で20分以上こすった成果がこれです。ボディの塗装に影響がなかったのは良かったのですが、やっぱり色が合っていませんね。この後コンパウンドで磨きますが、どのくらい目立たなくなるでしょうか。塗った箇所にツヤが出て目立たなくなると期待しましたが無理でした。やはり3000番でこすったらもう少し良くなるのでしょうか。そもそも色が違うのでそんなに変わりないと思います。今回検証して分かったことが一つあります。最初に気づけばよかったのですが、このプリウスアルファという車はボディ色とバンパーの色が微妙に違います。バンパーの色の方がボディよりも濃いのです。ですから最初から濃いめの色をオートバックスで探して塗ればよかったということです。プリウスアルファに乗っている皆さんはこの辺りに気をつけて DIY してください。いかがでしょうか。この出来栄え、やらないよりはやった方が良かったという程度だと思います。色さえ合っていれば大満足でしたが、動画のネタになっているのでこれで良しとしておきます。それでは今日はこの辺で、またね。